船乗り仲間では船内で口笛を吹くことを嫌う習慣がある。言い伝えでは口笛を吹くと嵐になったり好ましくない方向から風が吹くと言われ、特に風を相手の帆船では幾百年もの長い間口笛を厳禁してきた。追っ手の風で回答中に口笛を吹いたが際に船乗りはどんな罰をも受けなければならなかった。しかしそよとも風の吹かない凪の時、口笛を吹いて逆に風を呼ぶ風習もあったよう。今日本丸の甲板上では船のコースを変えるためタッキングの作業が始まっている。学生たちが声を掛け合い、士官の号令に従ってマストごとのヤードをロープによって引き回すのである。風は次第に帆に当たらなくなる。ついで操舵とともに帆は新しい方向から風を受け出す。これで船のコースが変わるわけである。船が赤道を通過するとき、船上では華々しく赤道祭が催される。でもこのお祭りは単に北半球から南半球へと地球のお腹を通る記念だけだろうか。一説によるとこの赤道祭も帆船の時代に始まったという。赤道の北側では北東の風が、南側では南東の風が吹く。しかしその間には幅の広い無風帯があり、そしてこの太陽の照りつける無風帯は帆船の船長にとって大変厄介な海であった。風がないため船は進まず、やがて水は腐り、食物は底をつき、そして船員たちの不満は頂点にまで達するだろう。だからその風のない海から早く脱出するためボートを下ろし、それを漕いで本船を引っ張りさえもした。船員たちのその働きに対し船長の命令で一日全乗組員が酒を飲み、言いたいことを言い、船を上げての無礼行、それが赤道祭の始まりだというのである。